2023年にし、活についての意識調査、アイドル、アニメ、キャラクターそして、ケーキ。し、活、とは個人やグループに熱狂的な支持を示し、彼らに関連するコンテンツやアクティビティに熱中するファン活動の一形態です。 2023年10月、ケーキスイーツ専門通販サイト、ケイク JP が日本国内で広がりつつある死活に関する意識調査を実施し、その結果を発表しました。この調査は、10ケラ70代の男女1232人を対象にインターネット上で行われ、死活に関する洞察に迫るものでした。死活のジャンルアイドルとアニメがトップ。 し、かつのジャンルについて調査では性別による傾向が明らかになりました。女性の中で最も支持を受けているのは、アイドル K-POP アイドル、男、で、男性はアニメ漫画キャラクターが最も人気であることが明らかになりました。この結果は、日本のアイドル文化とアニメ文化の強さを反映しています。グループ部門、スノーマンが1位 BTS、ハニー。 アイドルグループ部門において1位に輝いたのはスノーマンでした。このグループはメンバー個々の魅力とグループ全体のパフォーマンスでファン層を拡大させています。2位には韓国の世界的な人気を誇る BTS が位置し、3位にストレイキズがランクインしました。個人部門メグロレン、スノーマンがトップ。 個人部門では、スノーマンのメンバーであるメグロハスが1位に輝きました。2位には平野市用ナンバー I がランクインし、3位には同じくスノーマンの渡辺翔太が入りました。これらのアーティストは個人としての魅力やパフォーマンスによってファンの心をつかんでいます。死のメンバーカラーが1位。 死のメンバーカラーは何色ですかという質問に対する回答では1位に青が選ばれました。僅差で2位が赤で続いて紫という結果でした。ファンの間でメンバーカラーが重要な意味を持つことが示されました。死活の頻度毎日が半数以上。 死活の頻度についての質問に対する回答からは死活が多くの人にとって日常の一部となっていることが明らかになりました。調査に参加した人々の約57%が毎日と回答し、その活動が日常生活に溶け込んでいることを示しています。死活の時間1ケラ2時間が最も多い。 死活に使う時間についての調査結果では最も多くの人が1ケラ2時間を使っていることが判明しました。約42.1%の人々がこの時間帯を回答し、その後に3ケラ4時間を使っている人々が28.9%という結果でした。これは多くのファンが死活に時間を割いていることを示しています。 死活疲れ約3分の1が感じたことがある。死活が充実している一方で一部のファンが死活疲れを感じていることが分かりました。調査に参加した人々の約34.6%があると回答し、死活の熱中度が高い分、疲れも生じていることが示唆されました。ケイク JP の死活サポート。 ケイク JP はこの調査結果に基づいてファンの死活をサポートするために特集ページを公式サイトで公開しています。特集ページではファンの死の誕生日会にぴったりなケーキを提供しファンコミュニティを支援しています。死活は日本国内で広まりつつあり多くの人々が個人やグループに熱狂的な支持を示しています。 アイドル、アニメ、キャラクター、そして個人の魅力がファンの心をつかむ要因となっており、それに伴ってファン活動も多様化しています。しかし、死活には熱中しすぎて疲れる面もあり、バランスをとることが重要です。 ケイク JP のような企業がファンコミュニティをサポートする取り組みはファンとのつながりを強化し、より健全な死活の環境を提供する一助となっています。